スライム増えたね。バレた。インターネットっていつから始まったんですか？いや、知らん。いつからなんだろう。20年ぐらい前じゃないの？もともとあれでしょ？軍で開発された技術なんでしょ？インターネットって。その情報をピンポイントでやられると終わるけど、その分散させておけばその大丈夫みたいな理論じゃなかったっけ。でもネットが普及したのはいつぐらいだろう。やっぱスマートフォンから爆発的にもう当たり前になった感じがするよね。スマホが出るまでは一部の人がやってるっていう、なんか趣味っていうか、凝った趣味みたいな感じだったもんね。パソコン持ってるのも、家庭に4軒に1軒ぐらいだったろうし、こんだけネットデバイスが普及してるっていうのはすごいよね。あー、古いですね。俺もその頃に友達に触らせてもらったことがあったけど、なんだろう。今でもだから電話回線使ってるっちゃ使ってるんだけど、その電話の通話料と通信料がかかったんだよね。うん。だからその頃は黎明期だよ。その頃はもう、なんだろう。だってさ、ヤフーがやってたサービスってさ、面白い優秀なサイトをリンクを貼るっていう、リンクサイトだったんだよ、ヤフーって。ね、サイトの数が少なすぎたから、ヤフーが面白いよっていう風に認めたリンク集だったの。で、Google よりも先にそういうサービスをやってて、だからヤフーに登録された方がアクセス数が集まるって時代だったのよ。で、サイトが増えていったら今度は Google が検索サービスっていうのを始めて、で、Google が追い上げてくんだよね。Google が後発組なんだよ。今じゃ考えられないけど。まさかね、映像と音声がリアルタイムで同時にこうやって放送できる時代が来るなんて思ってなかったよ。夢だよ、これは。だって、自分がテレビ局持てるんだもん。すごくない？今じゃ当たり前だけど、映像をこうやって発信することを無料でできるなんて考えてなかったよ、誰も。これはすごいことだよ。画期的だよ。2000年頃に爆発的に増えたらしい。いや、2000年頃爆発的にって言っても、まだ一般化してなかったよ。やっぱり、どう考えてもスマホからってイメージだね。スマホからですね。一部の人だよ、やっぱり。ネットやってる人って変な人みたいなイメージだったもん。どうなんだろうね。ニコ生はやってみるっちゃやってみるけど、俺はふわっち、あれ、浅井さん放送やってる。浅井さんどこいんだ？浅井さん放送やってる。浅井さんが放送やってるな。どこいいんだろう今。
どうだろうね、やってみるっちゃやってみるだろうね。やってみるのはやってみると思うよ。ニコ生の新しいサイトできたら。ただ苦しいんじゃないかな、ニコ生は。もうだから10月にリリースされるって話だけど、もう2点3点してるじゃん、話が。難しいと思うよ。もう手遅れだよ。のんちゃん、そっちの方に目が出ないよ、俺の。おはようございます。はい。ありがとう。サンキュー。もんちゃんと付き合ってる？俺、彼女後ろにいるんだけど。付き合ってないよ。なんで？なんでそんな噂立ってるの？付き合ってないっすよ。ていうか、もんちゃんと会ったことない、一回も。プロボクサーだから会ってみたいんだよね。一回ボクシング教えてもらいたいよ。もんちゃんってプロボクサーなんでしょ。ああ、のんちゃんね。そう、俺の彼女はのんちゃん。のんちゃん、のんちゃん。のりこね。風邪ひいた、のんちゃん。大丈夫？浅井さん放送やってるよ、ふわっち。うん。初見さんいらっしゃい、ライさん。楽しんでってください。ワードです。もしよかったらフォローしてください。おはよう、バタフライテール。おはよう。フォローありがとう。配信はもっと発展するか。配信よりも動画の方が発展するだろうね。仕事行ってらっしゃい。頑張って。動画の方が発展すると思うよ。っていうのも、配信が見れる人って、ひろゆき、西村ひろゆきが言ってるんだけど、配信を見る人って、時間を持ってる人なんだよ。だから生活保護の人とか、年金暮らしの人とか、あと、まあ、お金持ちの人とか、限られてるって言われてんの。ライさん、風船ありがとう。かきさんはどつ。だから、ごく一部の人だから、放送を楽しめる人っていうのは、
動画がなんで YouTuber5 分、5分の動画を作ってるか、3分とか5分の動画を作ってるかっていうと、朝の通勤時間とか昼休みとかの休憩とかに見れるように作ってんのね。あれはマーケティングとして正解なんだ。おはよう。P 君おはよう。あと、その、動画と生放送の優位性で言ったら動画の方が優位性が高くて、一回そのアップロードしちゃったら何回でも再生されるぞ。生放送ってさ、ライブだから、その日その空間にいないといけないの。だから、時間を選べないっていう、不利なんだよ。圧倒的に動画の方が俺は伸びると思ってる。伸びるっていうか有利だよね。だテレビの1回の視聴率よりも、実はその DVD とかの方が売り上げが良かったりするじゃん。レンタルとか。だ動画の方がずっと有利だと思うけど。でもその生放送の強いところはタレント性みたいなところがあると。5分がベストなんだよね。だからダイジェストを見たいの、みんな。浅井さんは、空き缶拾いで40万ぐらい稼いでるモンスターです。で、ホームレスにご飯を配ってる人です。うん、友達ですよ。この辺の近所に住んでんの。浅井さんに自転車返さないといけないんだよな。浅井さんから自転車借りてるから。まあ、リアルな友達です。簡単に言うと。リア友ですね、僕の。今、ふわっちで放送やってるよ。今日何曜日だ？水曜日。うん。浅井さん面白いよ。のんちゃん遊び行こうよ今日。カラオケ行かない？カラオケ。元ホームレスのおばちゃんだね。バッテリーいつ届くんだろうな。早くバッテリー欲しいな。届くのが楽しみだよ。今日到着予定って書いてある。昼ぐらいかな。アマゾンで頼んだよ。アマゾン、アマゾン。すごいよね。昨日頼んで今日届くんだからすごいよね。やばいよね。すげえ時代だよな。おはよう、体重補強。
実際何時間放送できるのかテストしたいんだよね。ぶっ続けで。マックスどれくらい使えるのかを確かめたい。おはよう、ラリラリさん。マムちゃんちゃん、おはよう。おはようございます。ダンボール、おはよう。おはよう。バッテリー問題は解決だね。まだわかんないよ。届いて使ってみないと。レビューを見てる限りでは全く問題ないと思う。18時間ぐらいはいけるんじゃないかなっていう。なんか俺のパソコンがね、2時間放送できるときと1時間半放送できるときがあるんだよ。それなんでかわかんないんだけど、仮に 1.5 だとしよう。かける15回充電、フル充電できるとしたら22時間。まあ、少なく見積もって12回充電できるとしても18時間は放送できるから。まあ、18時間ぶっ続けて放送することないでしょ。まあ、大丈夫でしょ。いけると思うよ。おはよう、ボルボルさん。初見さん、おはよう。よろしくお願いします。もしよかったらフォローしてってください。まあ、10時間ぐらい放送できればさ、放送的には絶対面白くなるから、いけそうだね。で、まあ、コンセントがあれば6時間ぐらいで、6時間か8時間で充電完了できるから、外配信が無敵になるね。もうその電源を探す必要がなくなる。1日1回寝るときに充電すれば、完璧にもう昼間ずっとぶん回せる状態になるから。それはでかいよ、俺にとっては。楽しみだよね。いや、まだ出発は考えてないかな。一回体休めるのと、トレーニング、まあ、体鍛えるのと、あと、今回の反省点で、なんだろう、まあ、お金貯めるっていうことと、いろいろ、まあ、物を準備するとか、いろいろ兼ねて休憩取ってるかな。
家で。雑談で、ね、外配信お金かかんのよ。旅配信。5キロは相当重たいよ。相当、5キロプラス、パソコンとか、服とか、ね、懐中電灯とか、いろんな荷物を詰め込むわけだから、それだけじゃないからね、相当重たいよ。10キロぐらいだろうけど。楽しみだね。お金は余裕があった方がいいよね、やっぱりね。生活かかってるからさ。名物食べてると牡蠣うまかったな。お寿司もうまかったし、やっぱそのご当地牛タンもうまかったしね。やっぱ食い物配信はいいよね。初見さんいらっしゃい、楽しんでて。和道です。牡蠣はやばいよ。その日え、嘘？次の日テレビで紹介されてた？本当に？偶然だね。存在は知ってた。あ、ありがとう。見に来てくれて。何きっかけ？たまたま見つけたの。嬉しいですね。ありがとう、来てくれて。お、亀尾さんワード2。青島レストランって番組。陸前高田の牡蠣、びっくりした。偶然だね。偶然だよ。テレビの場合ほら、ラグがあるから、絶対、ね、生放送と違って、取材に時間かかってるから、たまたま偶然だろうね。2日連続でね、牡蠣食ってるの見せられるのはきついよな。確かに。ああ、そうなんだ。もしよかったらフォローしてね。ありがとう。見に来てくれて。嬉しいよ。いや、フォローしないんかい。もう任せるけど、別に。フォローありがとう。あ、ゆうすけさんおはよう。ワドツ。おはようございます。この間の北斗勝った？途中で。うん、勝ったよ。
買った買った。25,000円勝ちだったね。で、そのお金でスマートフォン直したね。携帯電話壊れてたから。画面綺麗になった。機材。それで、まあその流れでバッテリー買ったんだけど。もう配信に関係するのにお金かけまくってますね。体なまるよ。だからまあ今日バッテリー届いたら今日からハードトレーニングやる感じだね。バキバキ治った。今日からめちゃめちゃ激しいトレーニングやります。残り1ヶ月なんで。バッテリーが届いたら外にもうあのカメラ持ってけるから。それで持っていく感じですね。あ、一応 OK だよ。一応大丈夫。OK だよ。まあ、オフ会やるんで、5月の20日に。もしよかったら、まだ参加者、定員割れしてないんで、あ、定員ね、まだ募集してるんで、もしよかったら、定員に、オフ会来てください。予約制だけどね。おはよう、かぐらちゃん。いや、まあ、見ず知らずの人が多いから来やすいっていうのあると思うよ。今回初見さんが多いから、固定メンバーだとさ、話しかけづらいじゃん。だけど今回、初参加の人が多いから、仲良くなりやすいんだよ。人数多いところにいた方が絶対いいよ。少人数で会う方が気まずいと思うよ。今回人いっぱい集まるから、確定してるだけで9人かな。今回来やすいと思う。レクチ来るよ。あ、レクチ来んのかな？そういえば、レクチ連絡取れてないな。来んのかな？来るって言ってたから、まあ来ると思うけど。てか毎回来てるから、レクチは。固定メンバーだ。
大丈夫？風邪ひいた？大丈夫？フォローありがとう。おはよう、ジェイさん。おはようございます。オフ会決まってるメンバーはリスナーさんだけですか？配信者来ないんですか？配信者どれさんが顔出すかもみたいなこと言ってたけど、確定ではないかな。だからどれさんが日付空いてたら行くわみたいなこと言ってたけどね。うん。おはよう、安藤のつさん。おはようございます。あと、ほら、辰彦さんの奥さんのゆうゆうさんはニコ生で万人購入の配信者だけど、ゆうゆうさん来るよ。いや、わかんない。怪我の具合とかにもよるし、下手したらね、なんか骨折とかするかもしんないし、無傷だったら一週間ぐらいで体治るだろうけど、経験がないからさ、その、本当に試合をやるっていう経験が。だってさ、にゃあさ、冷静に考えてよ。なんつうの？素人とはいえ、大の大人二人が本気で殺し合うんだよ。本気で殴り合うんだよ。グローブつけてるとはいえ。絶対怪我するでしょ。読めないよね、そこは。そこは俺もわかんない。まあね、避けられたら大丈夫だと思うけど。まあそんな怪我はしないとは思ってるけど、これだけ鍛えてるわけだから。ただね、足ぐねったりとか、普通の自分のトレーニングで足の小指折ったりしてるから、なんとも言えないよね。どうなるか全然わかんない。まあそうだね。まあ筋肉痛みたいなのは、ね、体バキバキになるのは、なんだろう。一週間ぐらいで大丈夫だと思うけど。一週間も変わんない。三日ぐらいで大丈夫だと思うけどね。あ、夏希さんどうも、お疲れっす。どうもどうも。まあ、というわけで、オフ会のメンバー募集してますんで、もし興味のある人は、ぜひ、オフ会、来てください。もしかしたら放送するかもしれないけど。オフ会がね、一応お店貸し切りっていう形にするんだけど、そこがね、25名までなんだ、店員が。だからそれをオーバーすることは。行けたら行きたい？マジで。どうしよう。あのね、なんだろう。もし、どうしようかな。時間と日程はこれで決定なんですけど、お店の方に人数を伝えないといけないんですよ。で、3500円なんですよ。飲み放題と軽食がついて。で、追加オーダーとかもできるんだけど、個別にお金払えば。一応その3500円、キャンセル料とか、嫌なんで、自分が持つとか。もし来ていただけるのであれば、お店の詳細とか、LINE で送りますけど、どうします？夏希さんぜひ会いたいっすね。夏希さんプロの格闘家なんですよ。で、今度教えてあげるよって言ってくれて。
超イケメンなんだよね。夏木さん会いたいな。今回あの女性が多いんですよ。まあ男性が来てくれるとバランスが取れていいなと思ってて。ぜひ来てもらいたいですけど、まだ予定未定ですか？この時間帯。確定できたらお願いしたいんですけど。あ、了解です、了解です。もし、あの、この時間開けられるってなったら教えていただけると嬉しいですね。だいたい2、3時間ぐらい予定してます。女性が多いね、今回ね。おはよう、ともちゃん。ていうか、レクチいいんじゃねえか。レクチいるな。レクチ、浅井さんの枠にいたわ。男が多かったら行きたが、会ってみたかった。あ、全然全然。男はどれくらいいるだろうな。まあ、俺でしょ？たくみさん。で、多分レクチ来ると思う。あと、たつひこさんで。4人が男かな？今確定してんの。で、5人が女性かな。うん。あ、まあ、半々ぐらい。全然、オフ会あんまり定期的にやる感じじゃないんで、半年に1回とかなんで、もしよかったら、あの、捨て頃の、ね、応援も兼ねて、ぜひぜひ。そうなんだよ、鼻折れやすいんだよね。もう鼻は折れるのは覚悟してるね。何回も折れてるから。鼻は一発でやれるだろうね。まあ、鼻折れても死にはしねえかんな。オフ会並べくなら何日まで行ける確定欲しいですか？いや、まあ早ければ早いほどありがたいっすよ。あの、まあ前日とかでも大丈夫だと思うけど、その分お店に迷惑かかっちゃうんで、うん、早ければ早いほど嬉しいっすね。前日とかだとさ、仕込みとかがずれる可能性があるから、ね、向こうも準備があるじゃん、お店の方にも。なるべく早い方が嬉しいです。で、まあ、LINE のグループ LINE を作ってるんで、オフ会来るとき。あ、ありがとう。ダンボールさん、花火ありがとう。だからまあ、そこにご招待するんで、店の場所とか時間とか、
詳細を書いてるグループ LINE に招待するんで。まあ、来たくなったらでいいよ。もう完全にうちわ乗りだから。いつもなんか、みんなで ごちゃごちゃ配信の悪口言ってるだけだから。オフレコなのをいいこと言う。あいつつまんねえよなとか言ってるだけだから。とりあえず、ワドさんから攻める。どういうこと？あ、俺の悪口。ダメだよ、俺のオフ会なんだから。俺聞いてるっつうの。俺の悪口はダメだよ。ああ、リアトとしてね。ああ、それはそうだと思うよ。俺結構人当たりいい方だと、自分で言うのもあれだけど、結構人当たりいい方だと思うから、会いやすいと思うよ。無限にしたり、無礼な奴には徹底的に無礼に対抗するけど、無礼じゃない人には普通に対応するから。浅井さんの放送が荒れてきたな。ちょっと面白いな。浅井さんがピンで30人ぐらい人集めて荒れてるんだけど。ブレイクすんじゃないの。浅井さんって知らない？ああ、知らない人もいるのか、最近のリスナーさんだと。俺の放送によくコラボしてたおばちゃんなんだけど、浅井さん紹介しようか、じゃあ。浅井さんがどんな人か。浅井さんっておばさんがいるんだけど、ちょっと待ってね。今じゃあ紹介するよ。浅井さんがどんな人か。今放送中なのね、ふわっちで。間違えた。浅井さん知らない人が出てきたか。最近、もうニコ生からずっと、もうゆいがさんが大絶賛したぐらいの配信者で。YouTuber だったんだけど、もともと。昔から知り合いなのね。友達なの。よく遊びに来んのよ、俺の家に。近所に住んでて。で、放送進めて、浅井さん放送やった方がいいよ、つって。
で、最近、ふわっちでも放送するようになったんだけど。ちょっと待ってね。浅井さんの動画流すよ。浅井さんって女の人なんだけど、もう60歳ぐらいでバリバリ活動してるおばちゃんなんだよ。心臓の弱い方注意してください。心臓の弱い方注意してくださいね。真ん中の人が浅井さんね。真ん中の人が浅井さんね。まあ、カラオケをよくやってんだけど、面白いよ、浅井さん。バカ家族とか言うね。あれ、バグった。あれ、止まったな。ちょっと待ってね。浅井さんのせいでパソコン壊れたんだけど。浅井さん、面白いでしょ？いやー、大好きですよ。浅井さんマイク使わない。いや、浅井さんが放送やってんの、今。スワッチで放送やってて。どんな人か教えてって言われたから。やべえ、ほんと。他ないのかな？鮫島さんの話してたの？よいよいいらっしゃい。音量注意必ず入る。匠さんのセンスだな、こう。ガチですね。何回もコラボしてる。こんばんは。
まあ、こういう方です。浅井さんはこういう方です。まあ、これ以上でもこれ以下でもないから。うん。すごいよね。浅井さんパワフルだよ。今、ふわっち放送やってるんで、もしよかったら見てみてください。ふわっちで今結構人集めてんじゃん。30人ぐらいいんじゃん。そう、ボリュームがおかしいんだよね。56人。あ、宣伝効果が現れたね。みんな見に行った。浅井さん今放送中だよ。すげえ人集めてるよ。30、1時間で50、しかも延長の使い方とか分かってきてるし。延長してるよ、浅井さん。浅井さんすごい人だよ。うん。神様ね。浅井さんの出版した本3500円で買ったよ。浅井さん、作家でもあって、ほら、浅井ゆき子。あなたの人生をより良くする。これ3500円だから、ね。うん、全部手作りの本なんだけど。プリントアウト、両面プリントの仕方知らないから、必ず片方のページ空欄なんだよ。すごいでしょ。左側にしか載ってないし、基本的にポエム集だから、そう、300ページぐらいあるんだけど、そう、サインももらったから、浅井さんに。浅井ゆき子って。うん、すごいでしょ。3500円で。作家でもあるからね。作家でもある出版社の、出版元の社長でもあるから。浅井さんすごいよ。パワフルだよ。なかなか高い本ですよ。プレミア価格ですよ。のんちゃん、グレープフルーツジュース入れて。うん。おはよう、鶴さん。おはようございます。何やろうかな。なんかいい遊びないかな。あ、ありがとう。サンキュー。KP。KP。旅は中止ってわけじゃないよ。ステゴロがあるから、ステゴロって格闘技のイベントがあるから、それと日程調整とかをしてる感じかな。あ、レイコさんおはよう。レイコさんおはようございます。あとバッテリーの問題とかが解決してないから、今日5万円のバッテリー買ったから、そういう機材とトラブルとかを解消してる感じかな。旅は、続けますよ。安心してください。一旦、企画とかで帰ってきてるだけで。最後の方に書いてあるけど、イベントとコラボと企画の仕事がある場合は帰宅しますって書いてあるでしょ。でもパチンコで放送をやるとさ、息抜きにならないんだよ。負けた時のダメージが痛いし。あ、荷物置く場所ね。まあ、リュックサックだったらね、常に身につけておけるから大丈夫だと思うけど。お、和道旅団に入ってくれたんだ、田村さん。ありがとう。一緒に旅しましょう。4月私も北海道。あ、そうなんですか。え、もしかしたら合流できるかもしれないですね。4月頃、もしかしたら僕も北海道いるかもしれないです。タイミング的に。もしあれだったら向こうで、飯でも、もしすれ違ったら。
レイコさん、旅、日本全国いろんなところ行くんだよ。偶然、水戸で出会って、一緒にご飯、編集長さんにご飯ごちそうになって、で、その時にレイコさんと一緒にご一緒させていただいたんだけど、すごいなんか大阪のおばちゃんって感じがして、ほっこりする感じがして、喋りも面白くて。四国とかって田舎すぎてネット、あ、四国はね、ネットつながるよ。黒黒の家にも行ったし、闇将軍ともコラボしたし、結構ネットつながる。俺が使ってるその Wi-Fi が、昔さ、ドコモで LTE っていう企画あったじゃん。フォーマンの時代。LTE。余った回線を Wi-Fi に転用してるやつだから、基本的にドコモのフォーマが使えるところだったら、使えた場所だったら、電波が届くんですよ。ドコモが子会社作って、プララっていう会社を作って、そこでね、昔の使わなくなった回線をね、格安 SIM で売り出してる。3000円で使いたい放題だよ。なギガ制限とかないから、すごくいいよ。ただね、下りが遅いから、放送を見るときとかちょっと不便。YouTube とか放送を見るのはちょっと使いづらいかなって。だから放送はね、基本的にアップロードが、上り回線が強かったら大丈夫だから。俺はそれで放送やってる感じ。本当はね、もっと太い回線でやるのが一番いいんだけど。旅出発、いや、まだ決めてないよ。俺こんな性格、あ、ちょっと待って。もうすぐ届くかもしんない。ヤマト運輸、配達状況。ちょっと待って。もし北海道なら北海道東日本乗り放題があるから。そうそう、こういう情報も教えてくれんの。電車のどこのチケットが安いとか全部知ってんのよ。旅のプロだよ。あ、もう届くかもしんない、バッテリー。今、西新宿4丁目センターだって。もう来るな、これ。もうすぐ来るわ。昼頃には届くかもね。8時5分に西新宿4丁目センターに到着してるから。配達ドライバーの情報も来てるし。あ、これ届くな、すぐ。そんなかかんないわ。もし届いたらトレーニング配信でもやろうか。それか新宿案内でもやる？東京で見たい風景とかみんなもしあったら言ってくれたら、新宿御苑見たいとか言ってくれたら、俺カメラ持ってテストしようよ。午前中に届くだろうね、多分ね。どっか見たいところある？東京の風景で、みんな。じゃあ、飲んだんとデートしながら行けるじゃん。逆に飲んだんどっかデートしたい場所ある？東京で。ん？デートしようよ。お台場とか行ってみる？あ、っていうか、お台場のガンダムなくなったって本当なの？あれ。お台場、ガンダム。お台場のガンダムなくなったんだよね。お台場の海見たい？確かね、撤去さ、あー、もう撤去作業入ってるんだ。3月6日から撤去作業。もうないんだ。え、新しいガンダムになってる。ユニコーンガンダムになるんだ。時間指定してなかったらドライバー、あー、まあね。まあでも、3時間ぐらい届くんじゃないかな。どうなんだろう。次はユニコーンガンダムができるんだ。お台場の海そんな綺麗じゃないよ。そうそう、ガンダムからユニコーンガンダムに変わるらしいよ。なんでガンダムでよかったじゃんね。なんで撤去するんだろう。隣に建てろよな。まあ、東京は土地がないからな。
ガンダムでいいじゃんね。なんか東京で面白いところあるかな。高田の馬場とか回ってみる。高田の馬場とか下北沢とかで服買うのもありかもしれない。この前飲んだの高円寺行ったんだよね俺。高円寺ハンバーガー美味しかったね。飲んじゃんね。懐かしいね。ハンバーガー超うまかったよ。横浜行く？神奈川。AO いらっしゃい、バドツ。おはよう、ガンちゃん。おはようございます。浅井さんからいらっしゃい。浅井さん終わったの枠。浅井からって言われる日が来るとは思わなかった。初見さんいらっしゃい。っていうかみんな浅井さんいたメンバーだから浅井さん終わったんだろうな。レクチも来んのかな。あ、頑張ります、レイコさん。どうもどうも。レイコさん、また来てください。カモンセイって何？横浜混んでる？パレードやってんの？おー。パレード？何のパレードだ？伊達政宗像行かなかったね。仙台、見なかった。お祭りやイベントあんま好きじゃないんだよな、俺。お祭りイベント系あんま好きじゃない。人混みが苦手なんだよね。パニックになっちゃって過呼吸起こすんだよ。こんななりしてるのにさ。うん。港未来でやってんの。こんななりしてね、人混み苦手なんだよ。倒れず、過呼吸起こす。福岡ではどんたく祭り。ゴールデンウィークだもんな。自然系とか好きですね。だからほら、俺の配信ってさ、俺がはしゃいでる時って海とかさ、なんだろう、山とかではしゃぐでしょ。滝とか。そういうところが好きなんだよ。その、基本的に俺乙女だから。OL さんが好きそうなところが好きそう。浅井さん疲れてさ、レクチーいらっしゃい。あ、そうだ、レクチー、これ、オフ会来る感じかな？レクチー来てくれる感じ？なんか、レクチーだけ、まあ、来るだろうなと思ってたんだけど、どうかな？ 20 日、土曜日。高尾山行ったことないんだよね。くじ引き、あー、ヒカルくん？ん？ヒカルっていう人がやってるよね。サナヤンおはようございます。浅井さん疲れてたんだ。なんかいじり倒されてたよね。あ、本当に？シフト待ちか。了解了解。高尾山って何があるんだ？高尾山って、うなちゃんマンのやつだよね。
高尾山イコールうなちゃんマンではないか。高尾山行ったことないな。一応パワースポットなんだよね、あそこ。そんなに高くないでしょ、山。高尾山観光か、登山観光か。温泉あんの？あー、なんかあったな、スーパー銭湯みたいなのあるよね。あー、のんちゃんと五色湖行ったのは良かったな。駅の隣に温泉あるんだ。いいね。東京のディープスポットで検索するか。いいね。いいじゃんいいじゃん。登山でいい空気吸って温泉入って帰るっていいじゃん。東京のディープスポットなんかあるかな。東京ディープスポットで検索しよう。アンダーグラウンドタウンガイド。そこね、渓谷行った。2年ぐらい前に行った。あ、そう、すげえ良かったよ。川だよね。川遊びしてきたよ。すげえ良かった。生まれて初めて川遊びしたから面白かったね。川って楽しいよね。靴履いてたら、靴履いてやるのが一番いいけど。高田の馬場に予言カフェってあるんだって、コーヒー注文すると予言をしてくれるんだって、予言カフェ。あと宇宙村も行ってきたしな。寄生虫博物館。トトロキーよ、おはようカラスマル、おはようございます。
予言、高田馬場に予言カフェってあって、で、コーヒーを頼むと5分間予言してくれるんだって。なんだよな、予言ってなんだよな。その人に合った予言をしてくれるっていう。で、ブログによると、なんかテープレコーダーで5分間お持ち帰りもできるって書いてあるけど、テープレコード持ってねえわ。なんだよ、テープレコードって。ディープスポットないかな。本当にディープなところってネットとかに載らないからね。なんかネットに載るところはディープスポットじゃないんだよ。ネット民がさ、取材するようなところは。あ、あそっ、あ、でも俺、ゲテモノ食いダメだからな。新宿だったらさ、ションベン横丁でカエルとか食える場所があるんだけど。それは絶対嫌だな。カエルとかスズメとか豚の金玉とか出してる店があるのよ。絶対嫌だよ。食い物で遊ぶの嫌いだからさ。てか単純に俺そういうの苦手っていうのもあるんだけど。あ、行けました。まあ、カエルはうまいって言いますもんね。カエルはあの、鶏肉に近いって言いますもんね。いや、豚の、あと虫とかも、要はもうゲテモノ系何でも出すみたいな店なんだけど、イモリとか。まあ、もちろん食えるもの出してるから、なんか普通にうまいらしいんだよね。普通にうまいもん食ってるだけっていう感じらしいけど。そうそう、思い出横丁って言われてるけど、ションベイ横丁って名前なんだよ。のんちゃんとデートしたいな。なんでのんちゃんはさ、その外に出るの嫌いなの？人がいっぱいいるかな。人いっぱいいないよ。人がいるの苦手なの？うん。でも楽しいじゃん。嫌なの？のんちゃんがね、喜ぶ場所行きたいけどね。プラネタリウムは経験したことないね。よっさん貫禄出てたね。まあまあ、でもよっさんは貫禄出していい頃じゃないの、もう。確実にレジェンドに入ってるわけだから。てか、よっさん多分もう死ぬな。本当に。あの、金梅さんが引いてたもん。俺より糖尿病の数値出てたって言ってたもん。まあまあ、いいんじゃないの？まあ、だってそれくらいのポジションにいるわけじゃん。よっさんは。ニコ生でだって横山みどりよっさんで引っ張ってきてるわけだから。水族館とかいいね。ただ配信ができるかな、水族館は。配信ができないとね、やっぱ嫌だから。
でもね、俺気づいた。あの、リュックサック背負って、あの、パソコン配信やってるとあんま言われない。なんかね、旅人特権みたいなのがつくの。いや、普通にパソコン持ってると、あ、ニコ生だ、みたいな感じで、注意しなきゃみたいな、なんか、奴らのボタンを押しちゃうんだけど、バッグを背負うことによって、それが軽減されるの。あ、旅行の人ならしょうがないよね、みたいな。頑張ってるね、みたいな。なんかね、俺そういうね、見た目で判断されるのすごい嫌なんだけど、すごい嫌なんだけど、そういうのってあるんだよ、本当に。なんか悔しいよね。なんでリュックサック背負ったら許されるんだよ、みたいな。あるよ、あるよ。あと、スマホで配信やってたら言われないんだけど、パソコンだと言われやすいとか。なんか、その、変な正義感強いやつが、なんか、今、僕のこと撮ってましたよね、みたいな。撮ってねえわ、みたいな。お前に興味ねえわ。なんか自意識過剰なやつがいるんだよ。だからさ、今の若い子は知らないかもしれないけど、ある程度のおっさんだったら、あ、あったあったってわかるっていうのあると思うんだけど、昔ガラケーの頃に写真撮ると注意する店員さんとかいたんだよ。いたでしょ？これわかる人いる？なんか商品とかを、あ、写メ撮ろうと思って値札とかさ、あの、検討しようと思ってパサッと撮ると、すいません、当店、撮影禁止ですって。今絶対ないでしょ？今スマホでパシャって撮っても何も言われないけど、昔あったよね、これ。だから、その、マイノリティは言われやすいんだよ、そういうこと。今絶対そんなことないじゃん。写真禁止です、なんて。あったよね、昔ね。ガラケーの頃。カメラ付きが出たての頃はあったんだよ。写真撮ったら怒られるっていう。そう、なんで撮ってるんですか？みたいな。なんで撮ってるんですかじゃねえよ。あのね、ちなみに言うと、食べ物を注文して、食べ物を撮って怒る店員さんいるけど、あれ間違いだからね。あれ間違いだから。要はネットにさらされるのが嫌だっていう時代だったんだよ。ネットは少数のオタクがやるもんだって。ネットになんか書かれるみたいな。だからそれと全く同じ現象なんだよ。この配信に載せるって。もうだんだん当たり前になってきて言わなくなると思うよ。だんだん言わなくなると思う。要はね、ネットに慣れてない人が勘違いをしてる状態なんだよ。何だったんだろうね、あれ。あのね、ちなみに、まあ話戻すんだけど、食べ物を提供されて、それを写真に撮るっていうのは、権利として認められてますよ。なんてかっていうと、その食い物を買ってるわけだから、自分の所有物なのよ、あれ。でしょ？いや、裁判で判例とかも出てるよ。だから、もし、撮影禁止を謳う場合は、もう、店員さんが最初に言わないといけないの。契約の段階で。いや、注文する前に、堂々と撮影禁止ですっていうことを見えるところに、貼っておかないとダメなの。あー、どうもどうも。いらっしゃい。まあでも、映りたくない人を故意に映すのは良くないと思ってるけどね。そこは注意してるけど。それはダメよ。マナー違反だけど。でも、配信で、例えば風景に人が映り込むっていうことは、風景として扱われるから、実はそれは権利として、認められてます。配信でも。そういう法律があるんですよ。故意にその人に、こう向けて映すのはダメだけど、自分を被写体にして後ろに通行してる場合っていうのは OK なの。それダメだったらどこでも写真撮れなくなっちゃうじゃん。写真でも原理は一緒でしょ。みどりさんがそれで揉めてたよね。まあ、せつがらい世の中だよ。大体ね、注意するやついるじゃん。配信今回してましたよねって注意するやつの特徴ってあるんだよ。画面に映り込むの。故意に。絶対に覗き込むのよ。まずね、俺から言わせるとなんだけど、
人のパソコンの画面を覗く行為自体がアウトなんだよ。でしょ？普通に配信やってて人の画面覗き込んで、もうこの時点で無礼なの。で、覗き込まなきゃ顔アップで映らないから。でしょ？原理的に。で、今僕のこと映しましたよね。お前が覗き込んだんだわ。お前が覗き込んだんだわ。だから映ったんだわ。ほんと腹立つ。うん。おはよう、ゆばば。あ、ゼニバーか。ゼニバーおはよう。そう。映る可能性を生じた上でそこにいるってなるみたい。そうそうそう、そういうこと。でもカメラマンにはあいつら注意しないかんね。風景撮ってる時とか。覗かなきゃ無理よ。俺が外カメにしてたら、まあ話は別だけどね。インカメにしてる時は、だって映り込んでもさ、顔なんて見てないじゃん、正直、その人の。おかしいんだよ。あ、だから変な正義感持ってるやつは悪だよ。俺から言わせたら。変な正義感っていうのは大体こじらせる。戦争も同じなんだよ。正義と正義がぶつかるから、戦争が起こるの。正義って実はね、相手側からすると悪だから。なんだっけな、War って、なんだっけ、We are right から来てるって言われてんのね。War ってさ、戦争でしょ。W-A-R かな。We are right。俺が正しいって。俺が正義だって言うんだ。だから正義感と正義感がぶつかると戦いが起こるんですよ。正義は悪ってすごいわかる。そう。アメリカなんか特にそうだ。アメリカがなんで戦争起こすのって俺が正しいってやってるからじゃん。で、日本の感覚だと、まあアメリカ正しいっていうのが定着してるけど、フランスとか行ったらアメリカ大嫌いっていう国民結構いるよ、海外で。アメリカの考え方大嫌いって。もう、だからね、俺が思うのね、中国とアメリカの考え方は本当にそっくりだと思う。だって中華人民共和国の中ってあれ、世界の中心って意味なの。で、アメリカ大陸ってさ、ワシントン DC ってさ、中央なんとか局って意味じゃん。あれって、でもアメリカ大陸から端っこの方にあるじゃん。あれって世界の中心って意味なのね。考え方そっくりだな、みたいな。俺らがナンバーワン、俺らが世界の中心とか。日本人からすると考えられない感覚だよね。ヨーロッパは多いね、アメリカの考え方嫌いっていう。うん、リスナーさんでタニアっていうフランス人がいたんだけど、アメリカ大嫌いだって言ってたもん。俺はアメリカのバカっぽいところすごい好きなんだけど、ね、なんか、トランプを大統領にしちゃうバカさ加減とかすごいアメリカの羨ましくもあるんだよね、そういうバカっぽいところって。本当にあいつら民主主義できちゃうから。あれが本当の正しい民主主義なんだよ。お、マレニおはよう。マレニおはよう。スライム増えたんだよね。スライムは増えてるよ。今何匹いる？ホイミスライム、スライム、スライム、キングスライムが3体かな。キングスライム上にもいるから。エアコンの上に2体いるのね。キングスライムが3体、スライムが2体、ホイミスライムが1体だ。
セゴロの入場曲、レクチと作った曲と迷ったんだけど、その完成度が、ちょっと、まだあれデモテープにもならないぐらいだったな。ちょっと、これはないなと思って。で、いつものやつにしたね。ドゥッテ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 ってやつね。入場曲聞く？入場曲流しましょうか、じゃあ。ちょっと待ってね。入場曲これです。赤コーナーより和道選手の入場です。こんな感じ。俺ね、メタルスライムあんま好きじゃないんですよ。メタルスライムはグッと来ない。はぐれメタルはグッと来るんだけど、一番好きなのホイミンかな。ホイミンの可愛さは異常。ホイミン可愛い。ホイミン仲間にしたいもん。ホイミンを連れてラスナンに行きたい。そうそうそう、YouTube の動画でよく使ってたやつね、俺が。ホイミン可愛いよね。これだとね、相手を倒す気にならない。俺もこれいいよ、これにしよう、これにしようって言われたんだけど、さすがに入場曲でこれは、受けは取れるかもしんないけど、この音楽でロハコさんと出てきたら笑えるじゃん。だけど、その後、青山を殴る気にならねえよ。にゃらにゃっつっちゃった。ならないよね。あ、無理無理無理。スライムが好きなんじゃなくて、俺 UFO キャッチャー得意なのよ。本当に得意で、UFO キャッチャーって技がいくつかあるの、意外と知られてないんだよね。UFO キャッチャーって技があるのよ。ちゃんと技術があるのね。例えば、UFO キャッチャーのやり方を教えようか。うまい下手ってあるんだよ。みんな一般的に、例えばこれがこういう風にやったら、アームをまず強さを確認するのって、アームがこうやってあるじゃん。これが普通の状態。で、アームが開いてるっていうのは、これ、幅が、この力が弱くなってる設定なの。で、これが詰まって重なってれば重なってるほど、アームの力が強いの。まず、機械の設定でアームの強さって、この挟む強さっていうのがあるの。で、その後、押す設定もあるの。よ、ぐーって下がるときに押し込むじゃん。その強さの設定もあるのね。まあ、この二つを覚えておけばいいや。とりあえずは。で、一般的な取り方っていうのが、重心がどこにあるのかを設定して、そこに落として、で、ギリギリのところで挟み込んで、こう上げてくっていうのが普通の人の取り方なの。でも、これって、設定が良くないとできないのね。みんなこれ狙うでしょ。UFO キャッチャーって。こうやって挟んで、こう持ち上げて、上の方でガシャン、あーっていうパターンでしょ。これ、もう、アームの設定が弱かった時点で、この取り方不可能なの。で、俺がよくやるのはバウンドって技なんだけど、重心を後ろの方に上げると前にこうやって倒れるのわかる？こうやって、返していくの。要は、重心をずらして、ひっくり返してひっくり返していくっていうのが、あるの。わかる？こうやって前に倒すっていう技術。こう。わかる。で、もう一つは、けさ取りっていう技なんだけど、アームがこうやってウィーってずらすの。で、開く。で、こうグーっていった時に、こう挟み込んでずらすっていう技がある。これがけさ取りっていう技なの。あとは、アームの端っこを、こう、開いた時の角度っていうのが、この肘の部分が開く角度なのね。そこに合わせて、こう、この辺にやって、グーって押し込んでずらすって技があるの。だいたいこの3つで取るの。ここの幅、ここが開く幅があるの。そう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 。で、この技を知ってると、みんな普通にこうやって持ち上げて取ろうとするから失敗するのよ。あれはずらしていくの。だから100円とか500円で何回でずらせて取れるかなって計算して取るもんなんだよ。
アムの辛さはもう基本的に辛い。実践がね、ゲーセンがね、配信つけてるとうるさいんだよ。NG で。まさにだよ。ちょっとお客様配信つけてますよね、みたいな。ニコ生ですか？キャスだったらいいのかよって話よ。携帯だと言われないんだよ。で、大体、ぬいぐるみとかによるんだけど、実は原価がかかってるぬいぐるみと原価がかかってないぬいぐるみとかフィギュアとかがあるのね。そう。だから今の、すごい、ワンピースとかのすごいいいフィギュアとかあるじゃん。あれって、市場販売価格3000円とかの設定なのよ。だから仕入れ結構してるのね。だからあんまり取られちゃうと、ダメだから、お客様1個までとか、要はプロの人が転売しちゃうから。いつもアーム3つのしかやらない。3つのはすぐ飛べる。あれはね、設定軽めなんだよね。要はもうキャッチする前提だけで作ってるから。で、100円入れた瞬間にアームが確率で決まるの。アームの強さが。だから取れる取れないがもう確率で決まってるから。だから素人でも何百円か入れたら取れる。動画上げるの OK、YouTube 上がって、動画上げるだけなら OK、YouTube 上がってますよね。いや、許可取ってないの、YouTuber は。これから二つのやつ。二つのやつは、袈裟取りとかバウンドとか、覚えると面白いよ。面白い。普通に取ろうじゃなくて、こう、ずらしていくっていう感覚を覚えたら。で、一番簡単なのは、このスライムとかが、スライム、キングスライムのやり方がそうなんだけど、ずらし、さっき言った後ろの重心、要は、でかい獲物だから、ちょっと待って、こういうスライムとかキングスライムみたいなでかいやつの場合だと、重心を後ろにずらして、こう前にずらす、前にずらすっていうと、跳ねるの。バウンドするの。こう、ボンボンって前に行くの。ボンボンって。ボンボンって。これでだいたい500円ぐらいで取れる。そうそう、フィギュアに関しては、いいやつだと1万円ぐらいの設定とかあるよ。だ、上手い人が見ると、これ、今、この状態だといくらで取れるとか。あと、一番取れる最強の裏技を教えてあげようか。一番取れる最強の裏技。もう本当にこれは、本当に一番取れるってやつ。もうこれ覚えたら、一番取れるの。これ、もうね、技術いらないから。でもこれが一番効果的なの。なんだと思う？そう、フィギュアはね、ロット数少ないから、値段設定高めなの。あれは爪をね、あそこに引っ掛けるんじゃないのね。みんな、爪が折られて中に入れられるところをこうやって取ろうとするでしょ。違うの。四角い箱の一番角の部分をアームで押すの。で、倒していくの。ずらしていくの。あとは、セロハンテープで貼られてるでしょ。上の箱の部分が。そこの箱の隙間に爪を入れちゃうの。そうすると一撃で取れるの。それはアームの設定の強さが必要なのね。アマゾンじゃない。一撃。店員さん呼ぶの。で、何千円使っても取れないんですけどって言って、ちょっと被害者っぽい感じで行くと、店員さんに取り方を教えてくださいって言うと、店員さん、ドヤ顔で教えてくれんの。で、その時に、店員さんの挙動を見ててごらん。ボタンを押しながらコイン入れたりとか、ボタンを押しながら鍵いじるの。要は、アームの設定を変えるの。店員さんって一撃で取るでしょ。あれって上手いから取れるんじゃないの。アームの設定の裏コマンドを押してるから。それで台の裏コマンド覚えちゃうの。この右と1番2番を同乗しながら鍵ひねったりするから。そう。だから一撃であいつら取れる。で、裏コマンド覚えてやる。これが一番的確。その機種の裏コマンド覚えちゃうの。だから俺、秋葉で裏コマンド覚えて100円で取りまくったら怒られたもん。もうすいません、勘弁してくださいって。バレました、つって。秋葉は、秋葉のセガの裏コマンドを覚えて。もしくは店員さんに取りやすい位置に変えてくださいっていうのが一番いい。どうやって取るのか教えてもらって。おはよう、ミュール。おはようございます。UFO キャッチャー得意っていう割には意外とこすい技だった。
届かないな。もう1時間ぐらい経ってるね。風船50個ありがとう。アイテムありがとう。Thank you。現実的には5年ぐらいかかるだろうね。うん。それくらいの計算だと思う、今。俺もだいたい3年以上かかるなと思ってる。ゆうこちゃんおはよう。昔の UFO キャッチャーの景品可愛かったんだよね。ドラゴンボールとかハラレちゃんとか悠々白書とか、これくらいの小さいぬいぐるみだったんだよ。あれ今集めたいよな。それいとこのね、お兄ちゃんがすげえ壁中に飾ってあって。ドラゴンボールの悟空とか、これくらいの二頭身のさ、ぬいぐるみじゃなかった。可愛かったよね。うん。あれ好きだったのにな。あの、チープな感じが。今しっかりしてるもんね、造形とか。ホイミスライムとかホイミスライムだもんね、ちゃんとね。ちゃんとホイミンだもんね、どっから見ても。うん、初コメありがとう、レイミさん。ありがとう。もしよかったらフォローして。二頭身の可愛いよね、今考えると。ああいうぬいぐるみ見なくなったよね。あの雑なぬいぐるみ。なんかさ、髪型とかもさ、なんつうの、あの、なんつうんだっけ、あの、ワッペンじゃなくて、フェルトをさ、フェルトで無理やり髪の毛の形とか作ってて可愛かったんだよ。そう、フェルトで縫ってあるやつね。フェルト生地で。ああいうぬいぐるみ見ないよな、今。あと、俺が、あの、魚肉ソーセージの上に入ってたフィギュア、あの、筋肉マン消しゴムみたいなやつあったじゃん。ああいうなんか、その、塩ビで作ってある、カラフルじゃないフィギュア、ガン消しとかの素材のやつが欲しい。そう、雑な作りのやつがいいよ。チープさが良かったじゃん。なんか仮面ライダーフィギュアとか家にいっぱいあるよ。多分プレミアついてるだろうな。どんなものでも10年、20年寝かせるとプレミアつくよね。やっぱり。ミニ四駆とかも2万円とかで売ってるもんね。昔のやつ。作ってないキットの状態で保管してたら。下手に投資するよりいいと思うよ。株とか金とかの投資じゃないよ。オタク向けのは。これ伸びるって言うと、俺ね、エヴァンゲリオンの超合金が、4900円で売ってたけど、今いくらすんだろう ?2 万3万で売ってんだよね。あれは欲しいもん、エヴァンゲリオンの超合金。これ絶対プレミアつくって分かったもん。売られた当初。そういうマニアがね、絶対いるものに関しては、もう部屋の倉庫とか蔵で寝かせればいいんだよ、田舎の人は。20年ぐらい。で、20年後にバッて売ればいいんだよ。ヤフーとかで。変に金とかよりいいんじゃない?利回り。下手したら。20年寝かせんのに利回り良くねえか。私もパニック障害で以前その話をしてるのを聞いてから見させて。ああ、そうだったんだ。俺がね、障害者だから、障害を抱えてる人結構多いんですよ。俺のリスナーさん。精神障害とかの話とかもよくしてて。あ、オフ会とかみんな障害者手帳だもん。キチガイしかいねえかも。俺のリスナー。キチガイオフ会だ。てか俺びっくりしたんだけど、よっさん障害者手帳発行してないんだよ。よっさん持ってないんだよね。よっさん明らかにもう本当に一緒に歩いて、新宿の駅から歌舞伎町に行くまでって歩いて10分ぐらいなんだよ。5分10分の世界なんだけど、本当に30分かかるんだよ、よっさん。汗ダクダクになりながら。よっさんに言ったもん、障害者手帳発行した方がいいっすよって。うん。いや、あれはプレミアつかないんじゃないの?わかんないけど。俺が有名になるかどうかだね。
俺がビートたけしぐらいになったら超プレミアつくんじゃない5万ぐらいで売れるんじゃないの。要は生産数と生産数と欲しい人の需要のバランスなんだよ。そのバランスが崩れると値段って跳ね上がるのね。例えばネックレスってあれ20個しか作ってないんだけど、もう俺2つぐらいなくしてるから世の中に18個しかないんだよ。でその18個が10年後に1個しか残らなかったっしょ、ミュールに。で俺が有名になって1万人が欲しいって言ったら、まあプレミアつくよね。手帳持ち、会話に何があってもオフ会参加できます？できるよ、全然。っていうか、あれだよね。俺のオフ会なんかもう本当にコミュ障の人だらけだよ。で、大体、オフ会、俺のオフ会面白いのは不幸自慢が始まるんだよ。どんな苦労話があったかっていうね、ミュールが元旦那に顔踏まれた話とか、もう俺爆笑したもん、本当に。俺、人のオフ会でなんだこの話っていう。みんないかに DV されたかとか、いかに社会で生きづらいかとか。俺、その中でもね、ミュールの、元旦那に顔踏まれた話大好きなんだよね。オフ会で話してくれたんだけど。だから、うちのオフ会はちょっと特殊だよ。うん。全然、あれだよ。来て来て。うん。いや、あれ笑ったよ、ほんと。俺、だって旦那に顔踏まれたことある人なんか見たことないからさ。どんな気持ちだったのとかいろいろ聞いちゃったもんね。あれ笑ったよな、ほんと。全然、気兼ねなく参加できますよ。みんな優しいよ。うん。和道リストはみんな基本的に優しいから。変なこととかしないよ。うん。どうしようかな。バッテリー、ん？あ、フォローありがとう。レイミさんフォローありがとう。電話で聞いてみようかな、何時頃。まだまだ不幸話いっぱいある。じゃあもう、それ企画にしよう。企画にしよう。コーナー作るよ、オフ会で。はい、ミュールのコーナーつって。ミュールの旦那にされたひどい話。フォローありがとう。のんちゃん、携帯電話借りていい？宅急便のドライバーに何時頃届くか聞いてみる。のんちゃん？寝た？あ、のんちゃん、あれか、携帯止まってんのか、今。のんちゃん寝た？のんちゃん寝てたな。よく寝る子だな。早くバッテリー届かないかな。超楽しみなんだけど。どうする？これで3時間ぐらいしか持たなかったら俺ブチ切れていい。怒りの伝達配信に変わるけど。5万円だよ。世の中にさ、5万円のバッテリー買うやついる？5万円のバッテリー。俺ちょっと自分で引いたもん。まさか自分が5万円もするバッテリー買うと、普通に考えて、ちょっとやりすぎでもさ、1万円ぐらいじゃん。1万2000円のバッテリー使ってるんだ、つったらさ、ってなるじゃん。あ、配信とかやってるんですか？みたいな。バッテリーで5万だよ。5万円ですか？ってなるじゃん。時間指定してないんだよね。時間指定してない。いや、最強だよ。最強。いや、俺も、超苦労したの。まずね、
もうパソコン買う時点からあれだったんだけど、レッツノートの一番薄型の小型のやつ買ったのよ。だけど昨日インチキ大王に聞いたら、レッツノートって内部バッテリーと外部バッテリー、要は普通のバッテリーと中に外せないバッテリーがあるタイプがあって、要は普通のバッテリーが切れたら内部バッテリーに切り替わってガチャってバッテリー外して入れ替えられる、要は配信をつけっぱで入れ替えられるタイプがあるの。すごいじゃん。俺それ知らなくて一番薄型のやつ買っちゃったのよ。だからバッテリーが切れたら一回外さないといけないから電源落ちるわけよ。アウトじゃん。だからじゃあそのプラグをさせるバッテリー買えばいいと思ったの。それがだいたい25,000円とかなのよ。で今度そしたらレッツノートって電圧がすごいなんか特殊な構造になってて、他のメーカーのバッテリーを挿すと要はエラーが出るように設計されてんのよ。でうわーってなってたの。要は大型バッテリー見つけて2個買えばいいと思ってたけど、どうしようどうしようなんてもう検索しまくったのよ。もうぶっちゃけた話3ヶ月間ぐらいバッテリーいろんな検索をしてたのよ。もういろんな配信者が使ってたやつとか検索して、でたどり着いたのが災害用のバッテリーなの。要はキャンプとかで使ったりとか、被災を起きた時にその使える、なんつうの、なんていう名前だっけな、ちょっと今見てみるけど、なんかね、もう検索の仕方が特殊な名前だから難しいんだよ。うん、あ、今から仕事、うん、頑張ってね。ポータブル電源っていう検索をしたの。ポータブル電源とかインバーターとか、なんかちょっと特殊な検索方法、要は大容量バッテリーとかじゃ、あのスマホのバッテリーになっちゃうのよ。業務用っていうかもう被災用なんだよね。で形がどういうやつかっていうと、まあ、重さが5キロなんだよ。重さがとにかく重くて、でこういうやつなんだよね。すごいでしょ。これ5キロの重さがあるんだけど、 USB のあのやつが4つついてて、で、あの車用のシガーソケットが一発ついてて、でコンセントがついてるの。これこの右の3つっていうのは要はあのアウトプットなのね。でインプットのところがちょっと特殊になってると思うんだけど、これソーラーパネルも対応してんの。ソーラーパネルだから簡単に言うと、もうなんか超特殊な人たちが使うやつなんだよこれ。そう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 、そういうこと、そういうこと。外の DJ イベントとかそういうもう特殊な人たちが使う業務用ともいうか、なんというか、だから車のスターターとかにも使えるし、その車が好きな人が、あの中にテレビとかつけてる人とかいるじゃん。そういう使い方をするの。これ買ったんだよ。でこれのすごいところはもう最強すぎるんだけど、まあ値段が5万円、重さが5キロっていうハンディはあるんだけど、スマホのバッテリーをあの40回フル充電できるの。すごくない？スマホ配信だったら、何時間ぐらい配信できるんだろうな。もう相当だよね。40回フル充電できるっていう。で、ノートパソコンは15回充電できるのね。フル充電が。いや、多分ね、もうほとんどが、だから、もう、なんだろう、リチウムイオン、もう電池の塊だよね。ただのでっかい電池だから、これ。だから、これさえあれば、連続18時間ぐらい配信ができるの。もう、だから電源問題は解消。そうだね、貫禄あるじゃん。俺、これ持ち運びながら今度から外配信するから。いやー、もう相当重たいよ。これプラスアルファ荷物だから。これ持ち歩くよ。これをリュックの中に仕込んで旅するから。やばいでしょ。この威力やばくない？他の配信者ビビると思うよ。バッグの中からゴソゴソってこれが出てきたら。だけど、結構みんな機材に命かけてて、配信者って。力屋さんが持ってたのがこれくらいのバッテリーだったの。力屋さんが持ってる鉄の塊でめちゃめちゃ重たい、これくらいのやつ。で力屋さんはこれの上にレッツノートを乗せて配信やるの。だこうやって持って配信してたもん。俺その時プロ意識感じたよ。力屋さんはその外配信やっぱ多いから、あのこれを何個も入れてた。だからそれそういう感じだろうね。あと俺プロだなと思ったの、実はツバニャンなの。なんか美顔器みたいなのを出してきて居酒屋で、ちょっと待ってつって配信するわっつったら、
これくらいの大きさのなんか美顔器みたいなのをなんか窓際に置いて、で、なんかケーブル挿して配信始めたの。で、なんだかわかんないじゃん。バッテリーかなとも思ったんだけど、つばにゃんに何なんすかそれって聞いたら、あ、これはね、Wi-Fi の電波を増幅する装置って言われて、なんかネットワークビジネスかなと思ったもん。なんか売り込みされるのかなって思ったもん。あ、これはね、つって。カッチンバーガーありがとう。そうそう、力屋さん糖尿かどうかわかんないけど、ニコ生の有名な力屋さんね。もう少し小さいのはあったけど、俺が理想とするのは、山とかで遭難する配信とか、要は、この前みたいな、おじゃが池とか、心霊スポットで配信やったんですよ。心霊スポットで配信やった時、24時間とまで行かなくても、20時間ぐらい連続で配信できる環境を作りたくて。それを考えると、この容量が一番すごかったね。初見さん、いらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。これはでかいよ。みんな命がけですよ。やっぱり、配信者は、まず画質、こだわるのは。画質だからカメラね。簡単に言うと、カメラと電源と、あと電波。どこのメーカーが Wi-Fi いいか、どこが安いかっていう。だからもう Wi-Fi、だから、便所太郎さんが確か5、6個持ってるんだよ。バッグの中から、これが、au で、これがソフトバンクで、これがドコモでしょ、これが ymax で、これが yahoo モバイルみたいな。で、全部で8万ぐらい1ヶ月かかるとか。俺は1個なのね。だから、電源、電波、まあ、パソコンだよね。パソコンかスマホ。で、新野町はね、新野町のこだわりで面白いのは、スタンドがあるの。一本足の。で、スタンドで配信するの。マイクスタンドみたいなのを常に持ってんの。心霊スポットはね、ロハコさんと言ったやつじゃなくてピンでやったやつだね。すげえいい映像だよ。すげえいい映像で撮れたよ。見てみる？振り返ってみる？ちょっとじゃあタイムシフト流してみようか。日本で一番有名な心霊スポットで一泊しようっていう配信やったんだけど。見てみようか。結構、まあ、旅配信振り返ってみようか、じゃあ。ソーラーパネル対応だから、まあ、特殊は特殊だよね、やっぱり。見てみようか。心霊スポットいつだったっけ？滝。茨城の滝の前だよな。水戸ナウ。水戸じゃなくて、ピンチ。フォローありがとう、カツさんさん。あった、おじゃが池。活魚、こっちだ。ちょっと待ってね。今から流すから。これは活魚っていう場所でやったんだよね。すごいいい映像で撮れるでしょ。スマホで撮るのとはね、ちょっと訳が違うんだよ。やっぱパソコン配信の方が絶対いいと思ってて、俺は。こだわるならね。こだわるなら絶対、やっぱ見てる人はさ、画質が悪かったら萎えるんだよ。萎えるでしょ、みんな。だから、俺はニコ生出身だから、こういうところにこだわりがどうしても出ちゃうんだよね。じゃあ見てみようか。超怖いんだけど。ねえ、あと、機材買うのとんでもなくて、ライト2つ買ったんだけど、この、1万円くらいかかったから、防水ではないじゃん、後でお金持ちの人よろしくお願いしますよ、ほんと。すごいよ、もう。これがその心霊スポットで一泊する配信なんだけど、真っ暗なんだよ。ちょっと待って、カメラの設定だけ直したい。初見さんいらっしゃい。カメラの角度だけ直したいよ。超怖いでしょ。いや、人いないよ。超怖いでしょ。人いない。これくらいかな。もうちょい下かな。でも、そのライトとかパソコンとかにこだわることによって、こういうことができるのよ。右上に自分の顔を映しながら、風景を映したりとか。これで OK？ これ見やすいね。これで行こうか。うん、ああ、全然、買いたい時でいいっすよ。これで OK？ ちょっとさ、5分はいいけど、タバコ吸ってもいい？タバコタイム取っていい？タバコタイム。これ怖かったよなぁ。いや、ここ日本。でもこれ2時間しか放送できないのがさ、朝まで放送できるってなったらいいでしょ？思ったんですか、第一唯一なんで。いや、僕今日本全国旅してるんですよ。すげえ。
で、1万人のリスナーさんに会いに行くっていう企画をしてて、で、2日目なんですけど、あの、お化けも会おうっていうことで。2階が怖いらしいっすよ。やばい。なんだこれ。エピソン。エピソン。人ぐらいいるよ。じゃあ別々に行動しますか、こっからは。なんでですか？こっからは。今友達になったばっか。すごい怖いでしょ。これ一泊したかったよな。あ、心霊配信でさ、タバコ吸いに行ってもいいっすか？この画面のクオリティってすごくない？心霊スポットでこのね、あの画質のクオリティは見応えあるよ、やっぱり。もうバイオハザードだもんね。冷蔵庫もないね。じゃあ出ますか。マジ廃墟だな。他の警察の人の方が優しいよ。あと、心霊スポットだから慣れてるんだよ。ね、うん、祝電入って止められちゃったんだよね。誰誰？え？幽霊いないっす。いないっすいないっす。警察？ちょっと待って待って、カメラ切るから。まあこういう配信をやってましたね。旅をしながらこんな感じの配信をやってました。あとなんだろう、あと何やったかな。お蛇が池行ったでしょ、その後。あと見応えあったの海かな。銚子の海も良かったよね。あと滝ね。海見てみようか。海配信振り返ろうか。海。どれだ？銚子。これかな？これがね、銚子に行った時ですね。なんかのパイロットみたいなもんね。天気いいな。挨拶できる人間になりますよ、これは。おおお、来た。やばい、ほら。すごいよね。すごいでしょ。すごい迫力だよ。カモメやられるぞ、お前。ほら。おい。来るぞ、でっかいの。これすごかったよ、生で見たら。でっかいの来るよ。画面だとあんま伝わんないけど。これ波の高さ3メーターぐらいあるんだよ。来るよ、でっかいの。ザッパーンって来るかんね。おはよう、カブニート。これはいい。これすごかった、本当に。すげえ。投影の、もう、レベル。生で見ると本当すごいよ。すごいね。あ、遠近。みんな癒されるっしょ。遠近感があんま伝わんないんだよね。癒されるっしょ。バーンだよ。すげえよ。地球すげえよ。見てこの天然の花火、ありがとう。見てこの天然の、うわー、来たこれ。なんだよ、カメラパンした瞬間に。すごかったよね。いや、これ波に飲まれそうになったから。これはすごかったんだって。この辺の本当に波に飲まれそうになったんだって。これ OK かな。フォローありがとう。 OK、 フォローありがとうございます。行ってくるよ。いや、笑うけど本当に飲まれそうになったんだよ。それくらいでかかったのよ。だって結構遠くだよこれ。崖の上でも波が打ってるところ結構遠いんだけど、すっごいの来たんだよ。まあ、こういう、これ良かったよね、旅配信って感じまして。これマジで飲まれそうになった感じ。
やばいやばいだよ。来た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 。これはまず、これまずかった、これは。やばい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 、これやばい。これ本当にやばかった。やばい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 、来てる来てる来てる。これは本当にやばかった。暑いですね。で、灯台に登ったんだよね。みんなにこの風景が届いてることを祈ります。あ、すごい綺麗だ。みんな俺じゃないんだよ。俺のことを買ってくれてずーっと。まあ、これが犬吠埼っていう銚子だったよね。あとどこが綺麗だった？加減の滝も良かったね。あ、これがね、千本、三春の滝桜ってやつだね。神社なんだ。三春の滝桜だね、これは。これ。だから、難しいんだよ。これやばいよね。江戸時代の前から咲いてるんだよ。千年桜。平日にこの人数はすごいよね。ちょっと奥の方も。これ千年咲いてる桜。やばいよ、これ。そんなに。千年咲いてる桜。とか、あと何言ったっけ。五色沼のんちゃんと言ったんだよね。五色沼あるかな。あったあった。五色沼が、これか。これが五色沼ってやつで、あの、カメラの設定するからさ、沼なんだけど、色がすごい綺麗の。頑張って伝えますよ。ボートは、やばいよね、色が。ちょっとね、次の撮影スポットの関係とかもあるから、あの、時間、ね。すごい、もう雪道で、のんちゃんが5回ぐらい転んだんだよね。もしよかったらフォローしてってください。雪山登ってる感じだよね、これ。雪山をずっと登ってるっていう、のんちゃんと。スキル？獅子神の森。うん、のんちゃん。よいしょ。いや、あんな綺麗な沼があるなんと、すごいね。地球は広いね。これ途中で電波なくなっちゃったんだけどね。奥の方入ったら電波なくなる。ひたすら歩いてただけだったんだよ。うわ、すげえ綺麗。いいところをみんなに紹介しようね。すごい綺麗だな。また転んだ。すげえな。綺麗。やば。すげえな、今見ても。これ生で見ると超綺麗だからね。いくよ。これが赤沼だよ。やぶった。これが赤い沼。いや、これはね、贅沢だね。すげえな。贅沢だよ。これが沼で、あとなんだっけ、秘境だね、本当に。あと何行った？いや、すごい綺麗だった。びっくりする。あとなんだろうな。五色沼行って、滝桜見て、バスクリーンみたい、バスクリーンより綺麗だよ。要はバスクリーンはこれを作りたいんだっていうのがよくわかった。あと滝ね。滝。これ。もののけ姫みたいになってるぞ、おい。あ、これ大変だったやつだ。ひたすら階段登ったやつだろ。何分登ってんだ。これ、ハイキングコースっていう矢印登ったら、好きでやるもんじゃねえよ。もう40分ぐらい階段登らされたってやつ。ひたすら階段登ったよね。で、遭難仕掛けたってやつね。これ面白かったよね。もうずっとこんな階段なの。やつだよ。こんな階段なの。崖なの。絶対ダメでしょ、うん、こんなの。階段ボロボロだもん。危っ。画質いいな。ピョーンって飛ばないといけない、ほら。危っ、これ。怖い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 。フォローありがとう。ほら。めくれてんだもん。コンクリートとかもうベロベロなのよ。登ってねえんだよ。でずーっとひたすら何分も登ったんだよね。人生だよ。こんな感じでずっと山道だ。パワースポットには間違いない。で、頂上着いたってなったら何が待ってるんだろうってなるじゃん。頂上着いたら大したことねえの。いや、もっと。これが頂上だ。なんとか。何にもねえの。ないよ。うん。終わり？で、日が落ちていって大変だったんだよね、これ。なんもねえ。もう茨城だよ、これは。これが茨城クオリティだ。エクスカリバーはなかったんだ。リーサルウェポンな。なかったんだよな。まあ、楽しかったよね。うん、あと、まあ、フグちゃんとコラボとかね。両方好きなんですね。
気にせず餌をあげ続ける。フグちゃんとなぜか湖でパンの餌をあげるっていう。何なんだこの配信っていう。あ、フグちゃんやっぱり動物に好かれるんだ。似たもの同士。あ、やっぱりフグちゃんがひたすらパンをあげるっていう。あとあれだ、あのあれだ、お城行ったな。フグちゃん鶴ヶ城行った。鶴ヶ城綺麗だったね。ライトアップされてて。本当だね、綺麗だね。やばいよねこれ。なんか空の青とコントラストがすごいいいですね。真っ暗よりもすごい綺麗だった。桜のねアーチがあって。あれ見たんですよ、あの滝桜も。ああ滝桜も綺麗だったね。見てよ、桜がぶわーって咲き乱れててお城のところに。どうしましょう。こういうのも良かったね。綺麗だよね。出たもんじゃない。やっぱ旅するとこういういろんな景色があるから良かったよ。すごいね本当に。これが鶴ヶ城っていうところ。それさえいらっしゃい、楽しんでってください。すごい綺麗だった。いい、まあね、いろんな貴重映像が収められて良かったよね。なかなかの旅配信だったよ、で、それをさらにパワーアップさせるためにこのバッテリー買ったんですよ。このバッテリー、これがあると18時間放送できるから、だから今後の旅配信パワーアップさせるためにこのバッテリーを買いました。僕はテンション上がるよ、やっぱり。やっぱね、ネットの Google 検索で似たような画像を見れるけど、やっぱね、ライブで見るのは炎上感が、臨場感が全然違う。すごいいいよ。すごい良かった。お、来た。来てないか。腹減ったな。腹減ったな。のんちゃんお腹すかない？ちょっと今、ダイエット中だから、減量中だから、あれだ、ローソンのパン食べよ。ローソンのパンは低糖質だから、糖質がね、すごい減ってる作りなんですよ。ダイエットするときに、糖質制限ダイエットやるときによく食べてたんだけど、体絞り込もうと思ってた。のんたん寝てるね。のんたんお休み中。すやすや寝てる。すやすや。家出てる間にサラダチキンはうまいって言うけどまだ食べてないな。腹持ちどうなの？カナリアさん腹持ちいい？甘いもんが食いたくなるんだよね、糖質制限やってると。ひたすら糖分が取りたくなってくる。おー、チカルジュニアさんバーガー20個ありがとう。あさってキララさん、風船ありがとう。ありがとう、あざます。腹持ちいいんだ。あ、200円ぐらいだよな。まだ届かないか。Facebook もフォローありがとうございます。誰かを Facebook フォローしてくれた。今見てみよう。意外とね、 Facebook の人も放送を見てくれるようになってるんだよね最近。なんか Twitter 勢はね、 Facebook 生放送を見る人多いんだけど、 Facebook の人が最近見に来てくれて嬉しいんだよね。ありがとうね。 Facebook もしアカウント持ってる人いたらぜひぜひ。
い、いってらっしゃい。腹減ったな。一回飯休憩入れるか。一回飯休憩入れよう。どうする？何やる？みんな。暇じゃない？どのあたりまで？いや、今配達中って書かれてた。だから今、もう、その、なんつうの？どっかのて、なんか待機所みたいなところに泊まってるわけじゃなくて、もうドライバーのところにあるんだと思う。ニーナさん、バーガーありがとう。そうだね、そのバッテリーで一日、どれくらいバッテリー持つか企画やろうと思ってるけど。自由が丘ってどこだっけ？自由が丘ってどこ？どこ？ウィルキンソンのドライコーラ結構いい。甘くないけどコーラ飲んでる。あ、俺ね、コーラあんま好きじゃないから。一応グレープフルーツジュースとかオレンジジュースはビタミン取るために、飲んでるから。それの糖分は取っていいらしい。だから糖類でも3種類に分かれてて、単糖類っていうのかな。それは飲んでも大丈夫らしいよ。ウィルキンソン美味しいよね。お、知らなかったんだけどさ、ウィルキンソンって日本のメーカーだって知ってた？知ってた？みんな。ウィルキンソンって俺ら海外のメーカーだと思ってるじゃん。違うんだよ。日本のメーカーだよ。あ、違くてね。俺大会に出るんですよ。これなんだけど。捨て頃って言って、格闘技に出るんですけど、体重軽くした方がいいなと思ってるんで。びっくりするでしょ？ウィルキンソンって日本のメーカーなんだよ。俺旅先で知ったんだよ。そう。日本の、その炭酸が取れる地域があって、で、そのウィルキンソンさんだかなんだかっていう外人の人が、その炭酸工場を日本に作ったのが始まりなの。うん。そう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 。インターネット配信者の格闘技イベントが6月にあって。そうなんだよ。なんか朝日飲料系なんだよね。そう。だからウィルキンソンは日本のメーカーなんだよ。一応、創業者は外人なんだけど。格闘技ガチですよ。格闘技ガチです。もしよかったら格闘技も配信とかやるんで、もしよかったらフォローしてください。ムエタイルールで3分3ラウンド戦います。うん、よろしくです。ちなみに俺は格闘家ではないかんね。配信者だから。配信者の格闘技イベントに出るって感じね。フォローありがとう。フォローありがとう。腹減ったな。豚肉もうないよな。今お米食べてなくて肉豆腐ばっかり食べてるんだけど、後で豚肉も買いに行かないと。大井町、東横線。そうだね。まあ配信でもっともっと上に行きたいと思ってて、やっと飯食えるようになったから、このままでとどまりたくないんだよね。せっかくだったらもうぶっ飛んで成功したいから。あ、ツイッターもオフェさんありがとう。サブアカでツイッターフォローバックします。Facebook もしやってる人いたら、Facebook とか LINE とかもぜひ申請してもらって大丈夫なんで。肉は普通に、あれ肉豆腐作ってるだけ。すき焼きのタレみたいな感じ。フォロワー増えてるね。ありがとう。やっぱりね、今のままで終わりたくないからさ。
まあ、配信スタイルはこだわらず何でもやっていきたいなと思ってるよ。で、LINE 申請してくれた人は、リスナーさんかどうかわかんないんで、リスナーさんの固定版書いてもらえると嬉しいです。メッセージで。リスナーの誰々でーすって。そしたら登録、許可ボタンを押すんで。なんか、プライベートの人とリスナーさんがわかんないからさ、俺。もしよかったら、固定版名、LINE で書いてください。あ、ありがとう。ふわっちから見てるリスナーの誰々って固定版でーすとか。それで、申請許可するんで。暗黒より面白い。どうもーっつって。ただね、その問題のバッテリーがまだ届かないんだよね、これが。もう届くはずなんだけど。あ、じゃあそろそろ俺飯休憩取ろうかな。うん、あと5分で終わりにしよう。もしよかったら、ご飯食べ終わったらまた放送再開するんで、もしよかったら見てください。暗黒サバイバル配信とかわかんないなぁ。暗黒最近見てないなぁ。昔ヘビーで見てたけど。面白いけどね、緑さんの放送。俺好きだよ、結構。緑さんの放送。最近全く見てない。最近あぐらかいてる。いやもうだって何年目よ、みどりさん。あぐらかいてるんじゃなくて、もうネタが尽きてきたんでしょ。多分もうネタがないんだよ。もう自分で全部のやり尽くしちゃったんだよ。しょうがないよ、あれは。ちゃおってた？それはひどいな。それはひどいね。まあ、不労所得だとは思わないけど、配信って意外と大変だから、ねえ、みどりさんクラスまで行くのって本当に一握りなのね。本当の本当に一握りだから。まあ、労働収入でしょ、完全に。まあね、一回当たったらすごいいい思いできるけどね。配信者は。当たるまでが大変なんだよ。うん。キャラクター、そう、キャラクター収入だよ。本当に。全員そうだよ。ブランドを作ってさ、そのブランドで食っていくわけだから。さて、じゃあ皆さんお疲れ様でした。僕はコンビニに行ってパンを買って昼ご飯を食べようと思います。日本全国旅配信をしたりとか、あと、捨てごろって言って、便所太郎さんが企画している、配信者の格闘技に、6月10日に出ます。あとね、告知なんですけれども、上ね、5月の20日土曜日に、オフ会を開きます。3500円で飲み放題で軽食がつく、プランで2時間、3時間ぐらいを予定しているので、もしよかったらオフ会参加したい人は LINE に連絡ください。
LINE に連絡くれる際は、リスナーさんのお名前を、事前にメッセージいただけたら僕の方からお返事させていただくので、LINE に LINE オフ会参加したい人はまだ店員さん募集してるので今ねだいたい10人ぐらい決まってる感じなんで、ぜひぜひ東京の新宿でオフ会やります。貸し切りでやるんで安心してお店で騒げますんで。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。